転送装置が使用不可能な場合、データのアップロードなどに著しい不具合が生ずる。推奨、転送装置の早急な復旧。了解。装置周辺に適正機械生命体妨害電波を確認。推測、転送装置の不具合は敵の妨害電波に起因。推奨、当該機械生命体の速やかな破壊。これで全部か。一応転送装置本体も調べてみよう。機能に問題ないみたい。報告、転送装置の正常動作を確認。こちらヨルハ部隊 2B、 バンカーオペレーター6層に通信。あ、 2B さん、お疲れ様です。指定された転送装置を復旧した。原因は敵機械生命体の妨害電波。了解しました、ありがとうございます。司令部内で情報共有しておきますね。あと特別報酬のデータをメールします。了解。でもいいですね、 2B さん。いや、戦闘任務は大変だと思います。ただ
地上の綺麗な風景を見られていいなって、私もいつか降りられたらいいなって思うんです。そう、無駄話しちゃいましたね、ごめんなさい。それじゃ失礼します。Thank you.
なんだか疲れましたね。サルトルは人のことを考えない男で、相手は勝手に幻想を押し付けて盲信する。この関係に一体どんな意味があるんでしょうか。サルトルに聞けばいい。最後まで意味不明の人でしたね。人類も男と女っていうのはこんな不思議な関係だったんでしょうか。さあ、
機械生命体の部品。これはガラクタ？貴重なものではないが、森の国の財宝に関係する可能性あり、推奨保管。
解析。機械生命体の部品。これはガラクタ？貴重なものではないが、森の国の財宝に関係する可能性あり。推奨保管。解析。機械生命体の部品。これはガラクタ？貴重なも推進。報告。解析開始。解析中。解析完了。取得された機械生命体の部品を組み合わせることで何かの鍵となる。提案。鍵の合う扉を探す。
穴を確認。適用する鍵が必要。これは。何か書いてある。我ら森の王、ここに眠る都記載記録メディアを発見。データ化および保存完了。これが財宝。
敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決しているしか。 次の前へもっと腰を入れろ。
動物用の薬ってどこで手に入れるの？私たちアンドロイドは薬なんか使わない。人間が使用していたレシピを集めて再現すれば、商業施設の廃墟にその情報が残っているかもしれません。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して許すか。我らが王を守るのだ。でも大きな商業施設を作るなんて、旧世界の人類は余裕があったんですね。たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そんなこともないですよ。機械生命体を殲滅させたら、僕たち兵士はやることがなくなります。そうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずです。そうだ、平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ。2B にお似合いの T シャツとか買ってあげます。 T シャツ？あれ、いらないですか？いや、その日が来たらいつか行こう。本当ですか？約束ですからね。ああ。
へえ、変わった花ですね。月の涙と呼ばれる植物。月の涙。いつの間に。この花、月の涙って言うんですね。これを見ていると、なんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかわかりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されて、その度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それに、この花を見ると、よくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりが、キュッとするような。一つ、お願いがあるんですけど、いいですか？もし、この月の涙も咲いている場所を、他にも見つけたら、教えてください。この、よくわからない思いの、正体を知りたいんです。だから、お願いします。ございます。もし月の涙を見つけたときは、この周波数に通信してください。では、お願いします。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決している侵略者を発見。そうだと知らぬ。我らが森の命を捧げよう。我らの命を捧げよう。よそ者の侵略を決している侵略者を発見。おおとくしろ。我らが森の命を捧げよう。我らの命を捧げよう。
これは月の涙。エミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろって、いつまで。お待たせしました。ああ、そうだ。そういえばここは。何か思い出したの？ずっと昔この花を保護していた記憶が断片的に残っています。でもどんどん砂が浸食してきて、花もどんどん枯れていって、そういえばその頃から人を見かけなくなった気がします。人間を？探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。Thank you.
でも恩義って何だべさ。何だべさ。アクセスポイントからメール受信の連絡。ポット。了解。まだ何も言ってない。オペレーター 6O と 2B の会話を解析。推測、 2B はオペレーター 6O に対し何か地上のものを贈答したいと思考している。その通り。提案、貴重な花の写真。花の写真。報告、過去の記録によると女性の過半数が植物の生殖器である花を好む。画像データであれば通信のみでバンカーに伝えることが可能。推奨、砂漠に生息する砂漠のバラの画像データを撮影し送信する。なるほど。Thank you.
A2 の情報といってもどこを探せばいいのか。戦闘時に発生するエネルギー反応を調べていくのはどうでしょう。アンドロイドや機械生命体が破壊されると融合炉などがダウンするんですが、その時に放出されるエネルギーが検知できるんです。現在このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですから、エネルギー反応があった場所に A2 がいる可能性は高い気がします。廃工場は跡地に集中しています。マップにポイントしておきますね。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。
ポット、砂漠のバラを撮影し、オペレーターシックスオーに送信。了解。画像データの送信を完了。オペレーターシックスオーより 2B さんへ。こちら 2B、聞こえている。先ほど写真データを受け取りました。ありがとうございます。これが砂漠のバラなんですね。なんだか神秘的な形してます。地球にはこんな豊かな自然があるんですね。バラの他にもたくさんある。ユリや桜にスズラン、月の涙。機会があればまた送る。ありがとうございます。この写真宝物にします。お礼のメールも後で出しておきますね。ではでは。
捕獲失敗。報告終了。これは A2 の戦闘の後でしょうか。肝心の A2 の反応はないみたいですね。なんだろう。解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は？破損部分が大きく、これ以上の解析は不可。どうして機械生命体が A2 の情報を？他にも反応があります。行ってみましょう。
他にデータチップの反応はありませんね。これで最後のようです。ボット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。 A2 に関するデータを含むデータ群、他データチップと照合、照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書と推定。真珠湾降下作戦、僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。
アネモネさん、エートゥーさんと何があったんでしょう。語るには時間が必要なこともある。長く戦っている兵士ならなおさら。そうなんですね。ナインエス、あなたも。え？あなたにもいつか分かる日が来るかもしれない。はい。
Thank you.
目標地点の情報を入手。マップにマーク。あのタイプ見たことがない。敵兵発見しました。よし行くぞ。機械生命体に追い込まれ迎撃する。ポット、解析を進めて。依頼されていた資材を入手。